はいどうもこんにちは、ななゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は、ヤングの不等式の活用例ですね。えっ、ー、と、実際に示すべき不等式は、えー、青で右側に書いた不等式なんですけど、このヤングの不等式自体は証明が完了してます。で、まあそちらの不等式の証明が知りたい方は、えー、ヤングの不等式の方、もうすでにこれね、アップしてるので、えー、そちらの方をご覧になってください。で、 えっとまあ、これを使ってねこの不等式ですねここの、まあ、証明はこの星印の式ですこれの証明を行いたいと思いますでこれはそのヘルダーの不等式を証明する前段階に出てくる不等式なんですけど、まあ、これもそのヤングの不等式と呼ばれることがあるぐらい有名な不等式ですで実際ねこの不等式積分の形から、えー、実際に fx を定義して えと,このことができますというわけで応用例ですねそれを解説していきたいと思います fx として何を取ったらいいかっていうところですけど、えー、p 分の a の p 乗というのがえっ、ー、と積分した後に出てくるものとして、えー、活用したいのでこれ、えー、x の p-1 乗っておくんですね。えーと FX、イコール x の p-1 乗っていうふうにとおくとそうするとこれ、えー、と0から a までの x の p-1 乗の積分ってえっ、ー、とこれプラス1するんで p になって x の p 乗になりますよねで0から a までなので p 分の a の p 乗っていうのが出てきますつまり前半の部分が出てくるってことですね で、うまくその f インバースの方が出てくるのかっていうところが気になるところですけどまあ、えー、っと、うまく出てくるんですよ。これ fx を x の p-1 乗するとえー、っと、まあ要するに y イコール x の p-1 乗なので x について解くということはえー、っと、p-1 乗根を取るってことですね。つまりこれ y の p-1 乗分の1というのが逆関数になるのよ、わけです。つまり f インバース x というのは x の p-1 分の1乗ってことですね。これが逆関数です。で、これを積分すればいいんですけど、えっ、ー、と、この p 分の1たす9分の1イコール1っていう条件から、この計算が簡単になるんですね。まあ、それがちょっと技巧的なんですけど、えっ、ー、と、p 分の1たす9分の1という式がありますね。これ、えっ、ー、と、pq かけると、 すイコールという式になりますでこれ、えー、と左辺に、えー、と持ってきてマイナス1をかけると PQ マイナス P マイナス Q イコール0になるんですけどこれ無理やり因数分解するんですねつまりこう足すス1をしてこうイコール1とすると、えー、P マイナス1と Q マイナス1イコール1っていう式ができますということは p-1 分の1はえっ、ー、と9-1っていうふうに変形できるんですよね。ということは、えー、とこの x の p-1 乗は x の9-1乗と書けるということです。ってことはここの状況と全く同じ状況が起こっているってことですね。これは同じじゃないですか。ってことで、えー、と0から b までえっ、ー、と f インバースの x の dx というのは えーと0から b までの x の9-1乗の dx ということで、えー、積分すれば9分の、えー、と x の9乗で0から b までの積分だから9分の b の9乗というのが出てきます。でこれとこれ足してねこれとこれ足したものが ab 以上というのが主張ですから。 結果的に A 分の、まあ、P 分の P 分の A の P 乗足すス9分の B の Q 乗これが AB 乗っていうのが出てくる不等式ということになります。これが証明完了ですね。 はい、で統合成立はその fa=b だっていうことなのでえっ、ー、とそれをまあ式にしたいにしてあげれば、えー、a の p-1 乗が b ってことですねえっ、ー、と fa が、えー、と b というのが統合成立条件なんですねもともとそのヤングの不等式のこの統合が成立する条件はえっ、ー、と FA が B なんですよ FA が B というのが統合成立条件なんですね。で今 FX 行く X の P-1 乗って置いてるのは A の P-1 乗が B っていうことです。ってことはこれえっと9-1乗かければ A の、まあ、ちょっとここにずらしましょう A の P-1 乗が b というのを a の p-1 乗に対してさらに9-1乗をかけるとここかけ算になりますよね。で b の9-1乗っていうふうになりますよね。で a の p-1 乗と9-1乗をかけたら1になるのでこれ a になるんですよ。つまり a イコール b の9-1乗っていうふうになるわけです。これが a だからです。 いいですかってことはえっ、ー、と a の p-1 乗と a イコール 9, 9の b の9-1乗というのが出てきてえっ、ー、ともともと a の p-1 乗とイコール b だったのでまあえっ、ー、と結局掛け算すればこれを掛け算すれば a の p 乗イコール b の9乗っていうのが出てくる。 というわけですまあこれは結局同値なんですけどねこの式と同値なんでえっと元に戻せるんでこの形で書いてあることが多いと思います。いいですかはいというわけでえっとまあ、ヤングの不等式の応用ということでこの不等式の紹介をしましたでこの不等式は、えー、ヘルダーの不等式の証明に使われる不等式なので まあ入試問題としてはあんまり出てくることはないですけれどもえっ、ー、とまあ数学をやっていく上でね、えー、と知っていると便利な不等式だと思いますのでぜひ覚えておいてください。はい今回の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。